網掛川は、鹿児島県霧島市溝部町竹子に源を発し、愛良市を流れて、鹿児島湾に注ぐに休暇船である。かつてこの川で漁師が漁をしていたところ、地蔵菩薩の木造が網にかかって引き上げられたという、故事があることから、網掛川という名前が付けられた。網、掛川再下流にかかる国道10号の橋である、網掛橋のあたりであったとされる。 引き上げた、地蔵像は、川口付近に世を作って祀っていたが、後に、鹿児島市内に移され、天文館の南側に今も残る、地蔵閣という地名の語源となった。その後、元の世があった場所には、新しい地蔵像を作って祀ってある。霧島市溝部町竹子に源流があり、ほぼ南の方へ流れて、溝部町有川と溝部町六の境界付近を通り、 愛良市に流れ込む。愛良市内では、旧カジキ町内を一貫して流れており、カジキ町小山田を南流し、ここで、溝部町6に源流があり溝部町先森を経由して、流れる先森川が合流する。カジキ町、小山田の南部には、遺体での滝という落差の小さな滝がある。カジキ町半ンとカジキ町、木田の境界付近を流れて、白須台地から、 アイラ平野へ流下するところで落差46メートルの龍門滝を形成している。支流の宇佐木川は、溝部町有川に源流があり、ほぼ南流してアイラ市に入り、カジキ町辺川、カジキ町西別府、カジキ町北を流れて、ここで網掛川に合流する。途中溝部町有川には、1987年に完成した。 灌漑目的の竹山ダムがある。以降は、旧カジキ町の平野部の市街地を屈曲しながら、南流して、鹿児島湾に注ぐ。左岸は、カジキ町半ン右岸は、カジキ町木戸におおむね属するが、市街地では1957年2月に、これらの地域を分割して作られた町名が別にあり、左岸側には、カジキ町、本町、 カジキ町港町が、右岸側には、カジキ町新生町、カジキ町近郊町がある。鉄道が建設されるまでは、網掛川の川口付近は、港としての機能を持っていた。現在のアイラッシュから、鹿児島市へ通じる、海岸沿いの国道10号にあたる道路は明治になってから建設されたもので、それまでは、白銀坂を使って、 大地の上に登って通行しなければならなかった。このことから、埴良郡や伊佐軍などの鹿児島県中央部から、鹿児島市へ向かう人や物資は、多くがカジキから船を利用することになり、その発着地として、網掛川とその沿岸が利用されていた。カジキの町は交通の利合集散の地として大きく、繁栄していた。鉄道が開通するとこの賑わいは失われることになった。 以降は、火事機構が海岸部に建設されて、アイラ軍方面の建設資材やヒシュカリ鉱山の金鉱石などを取り扱うようになっている。近年では、網掛川の堤防沿いに火事機構の新岩壁が整備され、5000トン級の船が入港できるようになっている。かつては、梅雨の時期になると洪水を起こし、しばらく雨が降らないと干上がる川であった。 源流に近い竹子地区では、水の取り合いで石を投げ合っていたために、竹子の石には角がないと言われるほどであった。利水の面では、江戸時代から用水路の整備が進められ、また近年では考え用の竹山ダムが完成している。地水の面でも、河川改修が進み、洪水を起こすことはまず見られなくなった。ありがとうございます。